これからカリオスタット HD の製品紹介をさせていただきます。カリオスタット HD は染色体コピー数解析を研究に用いますサイトスキャンと同様に染色体のコピー数解析の目的で使用する製品となります。それではこのカリオスタットとサイトスキャンといったものは何が違うのかということについて最初にお話をいたします。実際のところ製品自体はカリオスタットとサイトスキャンというのは全く同じものになります。ただそれにもかかわらずカリオスタットおよびサイトスキャンにつきましてはそれぞれ異なった製品番号が割り当てられております。まあ、このように形上は違った製品という形で登録されているわけです。それではなぜこれがそういった形をとっているかといいますと、それぞれの製品に対して使用する研究分野が異なるという形でこれを分けているというのがあります。カリオスタット、カリオスタット HD につきましては再生医療研究分野で使用するというような形をとっております。一方サイトスキャンオプティマ、サイトスキャン HD といったサイトスキャンに関しては再生医療研究分野以外の研究分野、そういったところで使うものというような形で振り分けを行っております。このプレゼンテーションではカリオスタットについてどういった使い方をしているのかということと、実際に使っている例について説明をさせていただきます。製品自体の紹介説明につきましてはサイトスキャンアレイと全く同じものになりますので、そういったことはサイトスキャンの製品紹介のプレゼンテーションが別にご用意してありますので、そちらの方でご確認ください。カリオスタット HD は再生医療研究分野で使うという形をお話ししましたが、その中でいわゆる多能性幹細胞の構築といった過程でさまざまな製品としてのチェックをします。そういったところにこのカリオスタット、カリオスタット HD を使うという形になります。ここで示してありますのは多能性幹細胞株の構築にあたりまして、さまざまな機能としてのチェックをすることが記載してあります。そういったさまざまなチェックにおきましては、ここで見ていただきますとお分かりのようにサーモフィッシャー製品がかなりそういった形で対応できるようになっております。じゃあ実際この中でカリオスタット、カリオスタット HD はどういったところで使うかといいますと、ここに示してありますジェネティック&エピジェネティックスタビリティといった染色体 DNA の構造のチェック、そういったようなところで使われる形になります。すなわち、多能性幹細胞の特性評価に、このアレイベースで、素粒子を提供しているという形をとっております。具体的には、多能性幹細胞株の、構築のために、完全で、コスト効率の良いソリューションという形で、提供しておりまして、そういったことで、お客様の研究目的を推進するための多能性幹細胞株の品質評価を行うことが可能といった、そういった製品になります。このような多能性幹細胞株の特性評価の中のいわゆる染色体 DNA の構造のチェックといったことにつきましては、これまでから技術としてありますGバンドカリオタイピングといったもので、チェックをするというのが、多く行われてきております。この G バンドのカリオタイピングといいますのは細胞を培養しまして、培養した細胞をスライドガラス状に固定し、その後、染色をして顕微鏡下で、染色体構造をチェックするといった、ものになります。この一連の操作につきましては、大体7日から10日間ぐらいかかるというふうに言われております。また、その結果の判定については、
経験値が結構必要なものというふうなことも、言われております。実際に、一つの例をここでお示しします。ここで示しました、染色体の、カリオタイピングの状態なんですが、これを見ていきますと、どこの染色体に、異常があるかというのを、見るわけです。で、まず一つすぐ分かるものとしましては、21番染色体が、3本染色体がある。いわゆるトリソミーを形成しているというものになります。これ以外にもう一箇所、構造異常をしているところがありまして、それがこの14番染色体の単腕部分が、一部欠出しているというものになります。このように21番染色体のトリソミーのようなパターンというものは比較的、容易に確認することができますが、14番染色体の単腕の欠失といったものは、それなりに経験値がないとなかなかすぐに判断するというのは難しいということが言えるかと思います。それに対してカリオスタット、カリオスタット HD の方ですが、これらは圧生の一連の流れを簡単に示したものになります。どちらの、につきましても4日間で、データが解析が終了するというような形で、結果として、非常に、視覚的に、その染色体構造異常を判断するということが可能になっております。またこの一連の圧生は3日間で行うということも可能になっておりまして、Gバンド10のカリオスタイピングに比べますと半分の日数で結果を得ることができるという、そんなようなアプリケーションになっています。こちらがカリオスタット、カリオスタット HD ソリューションの、紹介になります。まず、2種類のアレイが、存在しておりまして、それと、染色体 DNA をサンプルとした、サンプル調整に使います試薬のキット、そして、アレイの画像データを取るために使用します、GCS3000 システム。で、このシステムから、得られた画像データを使ってデータ解析をするためのソフトウェアで、クロモソームアナリススイート、省略して、CHAS と呼んでおりますが、そういったもので構成されております。このソリューションを使うことによってどういうことができるかといいますと、多能性幹細胞核の染色体構造の特性評価につきましては、これまで使われている G バンドカリオタイピングの代替法となるような非常に高解像度で評価することができます。またこれらを、データを出すためには、先ほどお話ししましたアレイ、試薬、データ解析ソフトウェアで構成されておりまして、これらを使うことによってゲノム全体をカバーしているような形をとっております。その中でカリオスタットにつきましては、G バンドのカリオタイピングと同様の分解能を有しております。一方、カリオスタット HD につきましては、より高い精度で25キロから50キロベースといった非常に、領域としては小さい領域での、コピーナンバーバリエーションの検出といったものが可能になっております。また、これらの、解析をするために使うソフトは無償の解析ソフトになっておりまして、その結果を分かりやすく表示し、細胞遺伝学の専門知識がなくても容易に視覚的に確認することができる。そういったような、特徴があります。ここでは、それらの解析手法の比較を簡単に説明させていただきます。まず、G バンドのカリオタイピングですが、こちらにつきましては、染色体上の構造異常という形で増幅している領域、あるいは欠失している領域といったものは、10メガベース、あるいは5メガベースぐらいの大きさがないとなかなか、判断することが難しいというふうに言われております。それに対して、カリオスタットの方につきましては、増幅している領域であれば2メガベース、欠失している領域においては1メガベースといった
大きさから検出することが可能です。さらにサイトスキャン HD につきましては、両方のパターンにつきましては25から50キロベースといった非常に小さい領域においても検出することが可能になっております。このように2つのアレイにおいて、この検出する領域の違いといいますのは、ここに示してありますいわゆるマーカー数の違いですね、アレイに搭載されているマーカー数の違いによって解析の解像度が異なってくる、まあ、そういったような形をとっております。実際にそのデータを見てみますと、このようになっております。 CHAS を使って解析をし、染色体構造に異常がある領域がありますと、ここで示しているようなフラッグが立ちます。で、実際にこのデータは染色体上に7メガベースの欠失がある領域を示しております。この結果を見ますと、カリオスタットあるいはカリオスタット HD の両方におきましても、このフラグが立っており、確かに7メガベースの染色体の欠失が起こっているということが確認することができております。一方、こちらのデータになりますが、こちらは69キロベースの欠失があった例になります。で、これを見ますと、カリオスタット HD につきましては、先ほどと同じようにフラッグが立っており、その欠失というものが、検出できているということが確認できますが、カリオスタットの方につきましては、フラッグが立っておらず、容易に、この欠失が起こっているというような形の判断をすることはちょっとできないというような状態になっておりました。また、カリオスタットとGバンドのカリオタイピングを比較した例をここで、お話しします。上半分に示したものは、ES 細胞の、正常細胞のヒュメール検体を使った例になります。カリオタイピングの結果がここに示してありますが、特に問題ないような、染色体構造をとっているという形の結果になっております。同様にカリオスタットのデータにつきましても、正常の検体のパターンを示しているということが分かりました。また下の部分の検体につきましては、同じ ES 細胞で、別のタイプの ES 細胞になるんですが、異数性染色体に異数性があるメールサンプルになっております。こちらのカリオタイピングの結果を見てみますと、12番染色体、17番染色体、そして X 染色体に異数性が認められております。12番、17番につきましてはトリソミー。X 染色体につきましてはメール検体にあるにもかかわらず、2コピーの染色体が存在しているということがわかります。これをカリオスタットで見たのがこちらになるんですが、これにつきましても同じように12番、17番染色体はトリスミを形成していて、X 染色体は2コピーになっている。こういったような同じような結果が得られております。ここでカリオスタットとカリオスタット HD で検出することができる染色体の構造異常についてのお話をいたします。このようにノーマルの染色体があることに対して、例えば先ほどから例として説明しております染色体上で増幅している領域があったりとか、あるいは欠失している領域がある、またはモノソミーとかトリソミーといった異数性を固執する、こういったものは先ほどの例からもお分かりのように検出することが可能です。また、ロスオブヘテロザイゴシティといった、ゲノム構造をとっているような例や、あるいは、染色体が2コピーあるいは3コピーになっている細胞が、混在しているようなモザイクといった現象についても、検出することが可能です。ただ、下に示してあるような、インバージョンというような逆位、あるいはトランスロケーションといった点座といったような現象につきましては、
残念ながら、カリオスタット、カリオスタット HD では検出することが非常に難しくて、こういったものについては G バンドカリオタイピングでの評価が必要になるというものになります。ここから、実際に、使われた論文の例を紹介させていただきます。まず最初の論文ですが、こちらはサーモフィッシャーサイエンティフィックの方から報告されているものになるんですが、iPS 細胞を構築するためのキットという形でサムフィッシャーからは販売されているんですが、それらを使って細胞株の構築、そしてそこから得られた iPS 細胞についての評価といったことを、サムフィッシャーのさまざまな製品を使ってその性能評価を行ったというような論文内容になります。この中でいくつかの細胞を使っているわけなんですが、その一つの中として成人の人皮膚繊維が細胞から iPS 細胞を構築したものがあります。でそれにつきまして染色体構造を親細胞から維持されているかどうか、そういったことをカリオスタット、カリオスタット HD を使って確認をしております。その結果の一部がここに示したものになります。上はカリオタイピングで見ている結果、下はカリオスタット、カリオスタット HD で得られた結果を示しております。でどちらの結果につきましても、親細胞株から継承されている染色体構造というのは、iPS 細胞の中でも維持されているということが確認できております。その中でカリオスタット HD につきましては、非常に微小な領域ではあるんですが、染色体のコピー数が変わっている領域というのがいくつか見つかっております。これは親細胞においても同じように見つかっておりまして、それと同じような状態で iPS 細胞でも継承されているということが示されたものになっています。またこちらの論文につきましては、変形性関節症患者由来の繊維芽細胞からiPS 細胞を構築し、その特性評価をした論文になっております。そしてここで示した図については2つの繊維芽細胞の親細胞、それから得られた iPS 細胞の染色体構造をカリオスタットを使って評価しているものになります。でこれを見ますと親細胞と同じような染色体構造を iPS 細胞の方でも継承されているということがこの論文の中で示されておりました。このようにカリオスタットを使いまして、いわゆる疾患由来の細胞から iPS 細胞を構築したりとか、あるいは薬剤応答のためのスクリーニングの用途で使うために iPS 細胞を構築し、それらの細胞の特性評価についてカリオスタットを使って評価したというような論文というのがいくつか出ておりまして、これらもそれらに相当するものになります。このような形でいわゆる多能性幹細胞株の特性評価、特に染色体構造の状況というものをチェックするためにカリオスタット、カリオスタット HD を使うという、こんなような用途でこの製品を使う形になります。最後のスライドになりますが、まとめになります。カリオスタット、カリオスタット HD といいますのは、多能性幹細胞株の染色体構造の特性評価のために使われるソリューションになります。でこれらは、G バンド、カリオタイピングの代替法として使われまして、多能性幹細胞の染色体構造を高解像度で評価することができます。で、これらを評価するためには、アレー、試薬、それからデータ解析のソフトウェアで構成されたソリューションになっておりまして、それらを使ってゲノム全体をカバーすることができます。そして、解析に使用します CHAS といいますのは、結果を分かりやすく表示し、細胞遺伝学の専門知識がなくても容易に視覚的に確認することができる、
まあ、そんなような形をとっているものになります。カリオスタット、カリオスタット HD についての製品紹介は以上となります。ありがとうございました。